ちゃ。こんにちは、佐々木豊さん、はい。もうファンなら誰しも開幕戦スタメン、そうだな、はい、気になるところな。まあ、スタメンはある程度ファンの方も、うん、頭にあると思うよ。うん、でまあ、こういう選手、まあ、左手、まあ、左ピッチャーが先発、右ピッチャーが先発で、うん、あ、この選手はスタートに顔を出してくるのかなっていうのはある程度の予想はつくけども、はい、だけど、まあ、面白いのは、うん、そこでポイントになる選手っていうのは確実にいるよね、うん、そうですよね。で打順の組み方もあるよね、はい、だから、まあ、そういうことをちょっと掘り下げて、うん、はい、ちょっとこう予想していきたいとは思うけどね、うん、じゃあ今日はセ・リーグの開幕スタメンで、はい、この選手注目だよっていうのを各チーム6チーム見ていきましょうか、うん、ね、はい、お、ちょっとこれ楽しみですね。まずはじゃあ前年度優勝のヤクルトからいきますか。おお、ヤクルトはねほぼほぼ決まってんだよ。去年の固定つまんないんだよまあでもそのぐらい確実なっていう権利、まあ、塩見はコロナで間に合うのかどうかっていうね、うんうんうん、あるけども、まあ2番青木、はい、まあ、3番哲人ね、はい、まあ、4番に村上、うん、まあ、サンタナ、はい、で問題は6番なんだよ、うん、ここですね。でキャッチャーの中村がね、はい、ちょっと怪我をしたりだとかいろいろなことで、やっぱヤクルトの6番ってものすごくキーを握ってて、はい、外国人の間に入るから、まあ、7番を押すな。あ、そうですよね。だから、まあ、ここら辺を誰で中村で行くのか間に合うだとしたよね、はい、うん、まあ、間に合うという情報は得てるんだけども、はい、ただそのバッティングということに関してだったらさ、うん、ちょっとやっぱ打席にも立ってないだろうし、うん、これ8番に置きたいっていうふうに考えると、あ、中村選手を、うん、あ、そしたらショートの長岡なのか、はい、西浦経験を、はい、考えてね、はい、だからここら辺が面白いところだよ。でいわゆるその中村選手の状態によってそこが変わってくるってことですよね。あ、そうそうそう、だから中村が昨年の状態であれば、はい、やっぱ6番中村もうこう決まりなんだよ、うんうん、で8番に長岡か西浦なんだ、はい、ただ長岡っていうのはやっぱ非凡なセンス持ってるし、うん、いいし、はい、で中村が間に合わなかった時に、うん、万が一、はい、で古賀で行くのか内山で行くのかって、これは面白いよヤクルトは。いや、そうですね、キャッチャーの古賀選手も育ってきてるので、うん、そうそうそう、そうなんですよ、ね、内山がやっぱバッティングいいしね、はい、で長岡、内山、この若手をバーンと6番、8番で使ってくるのか、はい、まあ、ここら辺がやっぱ面白いところだよ。だから高津監督としたらオスナーとサンタナっていうのはやっぱり一人誰かかましたいんだよね。あ、そこに入れたいんですね。やっぱ外国人がこう続くとさ、やっぱ何もここの打順でできないっていうことになってくるから、だからここら辺を誰を使ってくるのか、まあ、中村選手が本来の状態であればそこにポンと来る。そう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 。豊さん的に予想するにどうなると思いますか、これ開幕。まあまあ、その開幕までの状態にもあるけども、うん、将来を 見越す、はい、まだ開幕だから焦らない、うん、ただ開幕というのはすごく大事な試合でね、はい、まあ、その1年間レギュラーがスタートするという、うん、まあ、1年の初めなんだけどさ、はい、やっぱ俺は長岡を使ってほしいな、6番に。うん、で8番間に合ったとしても長野8番、はい、これがよくな、中村が良くなってくればこう変えてもいい。6と8、まあ、ここら辺がやっぱ楽しみだな、ヤクルト。じゃあここ長岡選手とかこの辺りがちょっと注目になりそうですね、6番っていうもの。まあまあ、そうだね、6番に注目しておいてほしい。わかりました、はい、開幕は6番にヤクルト注目です、はい、さあそして昨シーズンの2位、次阪神です。まあ、阪神もほぼほぼ決まってんだよね、はい、まあ、そうですよね、ほぼほぼ決まってるけど、はい、やっぱ注目は、まあ、昨年、はい、やっぱこう定着しなかった4番を誰に任すかっていうことだよね。これスタートの大事な試合だからさ、はい、誰かって言ったら、うん、佐藤だよね多分。まあ、ね、もう一応なんか公にもされてますし、うん、だから、まあ、ここら辺がやっぱ4番佐藤、はい、もうこれはもう阪神を背負わすというような、うん、そういう形で今年1年戦うわけだから、はい、まあ、佐藤の4番で5番に大山選手とかになってくるんですか。そうすると、まあ、一時糸原選手も入れたりとかもありましたけど、
糸原の信頼度が高いんだよね、うん、矢野監督は、はい、だから糸原行っといて大山かもからないし、あそこら辺でもジグザグにしたいと思えば大山糸原にするか、うん、クリーンナップ面白いですねここ。ただ他球団とすれば、はい、佐藤を下げた時に大山がいると比較的楽かもわからないね、はい、まあそれは大山の状態にもよるよ、はい、状態にもよるけども、まあそこら辺がどうなのかなって。で1,2 番も近本と中野を昨年、はい、後半に組ませたように持ってくるのか、うんうん、これがやっぱ見ものだよね。ってなると豊さん的に阪神の開幕スタメンは、まあ、2番、1,2 番近本選手、中野選手のコンビです。でやっぱ4番は佐藤輝明選手、まあまあそうだね。で5番と6番がどう、まあ、どうなるか、どうなるのか、このあたりになってきそうですね、うん、ポイントは、まあ、糸原ってやっぱしぶといからさ、うん、やっぱ佐藤を避けられた時に糸原がいるって言うと、うん、やっぱ他球団は嫌なんだよね、うん、で大山だとやっぱ攻めどころはあるという、はい、まあそういう感覚、まあ一発の怖さってもあるけどさ、はい、まあだけど攻めどころはやっぱり糸原よりはあるというね、うん、だからここら辺をどう組んでくるのか、はい、これは面白いよね。そうですね、まだね、はいはい、さあ続いて3位の、巨人です、はい、さあ巨人は、まあ巨人もなんか決まってるけど、はい、まあ吉川を試してみたりだとか、まあ松原が上がってきたりだとか、はい、まあいろいろしてるけども、丸で行くような気が、丸がすごく調子が悪くて下位、はい、をずっと下位に回されたりとかもしてたんだね、下位、はい、打順にね、うん、だけどちょっとずつ上がってきてるから、はい、だからまあ一番丸の方が相手にとっては嫌だなと思うよね。確かにあの出塁率ということを考えれば嫌ですね、うんうん、ということはやっぱ巨人は一体スタメンというかその開幕オーダーで一番誰が名乗ってるのかってところですよね、まあ、それとやっぱこうなんていうの、オープン戦でポランコだとかウォーカーだとか使ってるけど、そこを開幕でいきなり入れてくるのかどうかっていう。いやそうですよね、うん、でもしポランコ選手だったりが入ってくると、もう外野が誰か弾かれるわけですよね。あ、もちろんもちろん。そうですよね、だって2人入ると丸しかいないわけです。そうなんですよ。そしてやっぱ丸選手が一番とか、そう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 、とかだからまあここら辺外国人もスッと入れてくるのか、どうするんでしょうね原監督ね。まあ指名打者もないからね最初はね、はい、だからウィラーが弾かれるのか、うん、ウィラーを最初はもう使っていくのか、慣れてる、はい、とか、うん、まあ、そこら辺の楽しみはすごくジャイアンツはあるね。逆に言うとジャイアンツでも絶対にここは外せないっていうのはもう4番岡本和真選手の打順だけは、まあ、それとオープン戦の活躍を見ると、うん、やっぱ中田翔も外せないよ。 4-5 だから5なのか6なのか、うん、最初は6からスタートしてたよね、はい、でも調子がいいから、まあ、うん、岡本が外れた時の4番だとかは持っていったけど、うんうん、はい、それはやっぱ岡本中田ってつながるとさ、はい、やっぱ嫌だよ。まあそうですよね。やっぱ中田の調子がね、オープン戦で良かっただけに、はい、だからここら辺の組み方っていうのも相手にとっては脅威になるね。そうですね、いや、あの巨人が一番蓋開けてみないと当日までわからない。わからないよね。外国人が入ってきたのが、うん、もう本当オープン戦の終盤だからね、はい、だからここら辺をすんなり入れてくるのか、うん、ちょっとわからないな、うん、ただ一番丸選手の可能性は、俺は丸で行くような気がするけどね。わ、うん、かりました。ちょっとこれ楽しみにここもしたいと思います、はい、さあ続いて中日です。はい、はい、中日はね、大島一番なのか、うんうん、岡林を一番なのかって、そこですよね。で俺見てて、はい、確かに大島は1番、相手にとっては嫌だよ、はい、なんかもう本当立ち上がりに大島が1番で立ってきたって、うん、なんかリズムができないうちに大島に投げなきゃいけないっていうのは、なんか確実に打たれるような、うん、そんな印象を持たせるバッターなんだよ、はい、バッターなんだけど、うん、岡林の成長を考えた時に岡林1番、大島2番の方が、うん、何でもできるんだよね、岡林が出た時に。そうですよね、うん、で大島が出た時に、まあ、確かに盗塁する技術ももちろん持ってるよ、うん、ただ岡林にバッターとして何でも要求することができるかっていうと、はい、
やっぱ送りバントになっちゃうと思うんだよね。大島だったら打ってもよし、エンドランかけてもよし、うん、何でもしてくれると思うんだよ、はい、だから理想は岡林1番、うん、大島2番なんだよね。あ、なるほど。だからここら辺が立浪監督がどう考えて組んでくるのかそうですね、これめちゃくちゃ楽しみなんだよ。だからオープン戦でも本当この1、2番を入れ替えて組んだりしてるので、そう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 、結局最終的な固定を立浪監督がじゃあどうしてくるのかっていうとこですよね、うん、そう。だからここの組み方が俺はめちゃくちゃ楽しみ、はい、やっぱりここもやっぱ1、2番どうするかっていう組み方なんですね、うんうん、で石川を何番でスタートさせるかというさ、はい、あ、7番、6番もういきなり3番使っちゃうかもかな。まあ、分からないけど、はい、ね、うん、だけど、まあ、これもどこで使ってくるか楽しみだよね。そうですね、石川選手の打順もそこも楽しみってことですね、まあ、ここは本当ビシエド、まあ、4番の、ね、ビシエド選手とか木下選手とか、うん、高橋周平選手はもうこの打順っていうのはなんとなく分かるんですけど、まあ、普通にいけば周平が3番で、うん、ビシエド、うん、まあまあ福留使うんだったら福留とか、まあ、安倍も状態いいからね、はい、うん、だからまあここら辺をどういうふうに絡ませてくるのか、うん、これは楽しみだと思う。鵜飼選手はちょっと開幕のスタメンでは、まあ、立浪監督の思い切りを考えると、うん、ワンチャンなくはないよね。でも菅野っていうことを考えると、そうそうそう、はい、やっぱ俺福留を使ってくんじゃないかなと思うんだよね。3番とかにですかね。そうそうそう、5番とか、うん、おそらくね、俺の記憶では福留は菅野に対しての相性抜群にいいんだよ、うん、だからここら辺は俺は使ってきそうな気がする、開幕は。じゃあ4番ビシエド、5番福留選手ってなると3番って誰を置けばいい、うん、あ、周平だよね。あ、高橋周平選手を3番にして、で6番に阿部置いとくかも分かんないね。で、あ、5番は木下選手、あ、あ、木下でもいいし、うん、うん、あ、じゃあこの辺りも非常にこうね、いや楽しみ、菅野投手対策もあるだろうし、うん、ただ福留を使うのか菅野対策でね、はい、で 1,2 番の組み方、はい、これをどうしてくるのかっていうのが楽しみ。そうですね、うん、はい、さあ続いて広島です、はい、はい、広島、井戸川さん今手元にありますか。広島ね、はい、末かね、どうしましょう。おお、まあ、4番でずっと使った時期もあってオープン戦でね、はい、うん、で7番に下げて、うん、あ、松山を4番に入れたりだとかいろいろまだ試行錯誤をしながら、はい、だけど、うん、だけど将来的なことを考えるとよ、はい、やっぱりいきなり4番に末金使った方が俺はすっきりするけどね、うん、もう将来のカープだよっていう、まあ、例えば、はい、広島お前が4番で、うん、ね、このチームを支えていけっていう風にもう使命を与えるというかさ、はい、そうした方が彼にとってはやりがいがあるんじゃないかなっていう、うん、良ければ4番だよみたいな、うん、悪ければ外されるよっていう7番じゃしょうがないと思う、はい、もうお前に託したんだからお前やれと、うん、で4番に俺は使った方がいいような気がする。もうこれはもう開幕からそうした方がいいっていうことですよね。俺はそう、いや、俺ずっと見てるわけじゃないからさ、うんうんうん、それは分からないけども、はい、でもずっと見てて、見てる人たちが、あ、こいつは将来の4番だと、うん、ね、でもそれだけの素質もあるし魅力もあると、うん、もうそれだったら最初から使ってほしいなっていう、うんうん、もうその一点だね。あ、そこだけ、じゃあその4番に末金選手が入るかどうか。あ、だから西川1番はそれはいいでしょう、うんうん、天才的なバッティングをする、はい、菊池2番、うん、もう適任でしょう、はい、3番小園、うん、大正解、うん、で4番松山、うん、それは松山もバッティングはすごくいいよ、はい、いやだけど、うん、将来的なことを考えた時にどうするんだという、うん、やっぱ佐々岡監督は4番を育てていいんじゃないのっていうような、うん、俺はそんな感じがしてるんだよ。うん、じゃあカープに関してはやっぱりこの4番に末金選手が入るのかどうなのかっていうところが注目になってくるんですね。 そうだね、うん、まあ、そこがポイントだね。そうですね。でしかも将来的なことを考えたポイントになってきそうですね。でね、東なんだよね、あ、開幕投手 が、はい、で左でしょ、はい、ということはいいんじゃない、スタート切るの左ピッチャー 右バッターの4番、うんうん、松山じゃなくて、はい、うん、っていうような感じです。子供、はい、はい、
で今出ました、そうです、 DeNA 最後、はいはい、ですけれども DeNA は どこポイント、うん、DeNA は、ね、あんまり変わらないよね。桑原1番、はい、まあ、柴田を多分2番に使ってくると思うんだよね、うんうん、はい、で佐野の状態によっては、はい、佐野が3番を打つか、はい、オースティンが3番を打つか、はい、まあ、4番は牧って決まってるからさ。あ、もうそうですね。で牧、宮崎、多分外、あ、6番外、うんうん、のような感じがするんだよね。そうですね、そうなってくると佐野選手が3番、まあ、3番なのか、まあ、オースティン3番、あ、もう右ばっかりなんですよ、ここ逆転。桑原、柴田、オースティン、牧、うん、で宮崎、外、外、うんうんうん、で佐野、これ贅沢な打線だぞ、お前。いや、そうですよね。首位打者2人入ってるからね、ここ。こんなんか、そう、いや、そうですよ。いや、本当に。いや、だからもう、ホームラン王入ってるし。マシンガンですよ。いや、本当に。そうですね。うん、でも、そうなってくると、例えば太田大志選手であったりは、ちょっとスタメンから外れるんですか？ちょっと入れないよね、まだ。あ、うん、これはやっぱりシーズンが始まって、どうなってくるのかっていう。はい、右左で変えていくのかとか、うん、まあ、故障者が出た時の1番手に行くのかとか、はい、まあ、代打でずっと行くのかとか、うんうん、まあ、これはまだ分からないけどね、シーズン始まってみないと。だけど、まあ、層は厚いし、ね、これはやっぱ破壊力のある打線になるですよね。じゃあその佐野選手の状態によって、まあ、ちょっと前後したりとかはあるけれども、まあそうだね。あと、まあ、キャッチャーは、キャッチャー飛ばしりゃできるんだよね、東だと。なるほど、そういうことですね。だから、まあ、戸柱が8番という、うん、なってくるけどね、はい、だけどいい打線だよな。そうですね、うん、でも桑原も前オープン戦で悪かったのにさ、はい、なんか札幌ドームで伊藤博美じゃないな、あ、誰だったっけな、ホームラン打ったんだよ、はい、もうそれでちょっと間に合ったかなっていうような感じがするけどね。まあいいホームランだったしな、うん、まあいい感じにはなってきてるし。そうですね、だからまあ楽しみだね。いや、そうですね、まあ、各チームのポイント言っていったけどさ、はい、うん、ちょっとそのね、ポイントの選手たちが一体その当日何番に入ってるのかっていうのを注目して、で誰をどこに使ったとかさ、うん、そこはやっぱり意図があるから、はい、意図を紐解いて見るとすごくもっと楽しいよね。ですよね、はい、でこれ当日見て、さらに豊さんがそれを踏まえて、やっぱこの打順こうだったねとか、これ当たってたねとか、いや、ここにこの打順の選手持ってきたんだねっていう動画も見たいですけどね、意図として。まあね、うん、本当にね、ヤクルトは長岡使うのか使わないかとかさ。いや、そうですよ。中日は 1,2 番をどう組んでくるのかとかさ、うん、もう本当楽しみだよね。いや、だからその試合が始まる前ですね、前から楽しみですよね。楽しみ、楽しみ。本当数時間前のこのスタメン発表からちょっと楽しみに、そうだね、はい、していただければと思います、はい。